七草がゆ新年、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今週は七草がゆを紹介します。一月七日に、今年も元気に過ごせるようにと願って、お粥を食べます。 春に咲く7種類の草ををれてお粥を作ります。我が家でもこの日は簡単なおかを食べます。